ドナルド・チャールズ・アルフレッド・クローハーストは、イギリスの実業家、電気技師、バラギ会議員、アマチュアセーラー。サンデー・タイムズ氏が主催した、単独無気候世界一周ヨットレースゴールデングローブ、レース中に失踪したことで知られる。クローハーストは、レースの優勝賞金を、自身の事業の失敗の穴埋めに使うことを目論んで、このレースに参加したが、実際には、 レース序盤で様々な困難に襲われ、世界一周を想像に断念。鉄造した公開報告を行い、世界一周をしていないにもかかわらず、さも世界一周を達成したかのようにゴールすることを、企てた。このことは、クローハーストが大西洋上のヨットから突然と姿を消し、もぬけのカラーとなったヨットの中から発見された公開日誌によって明るみに出た。そして、 この西はクローハーストが徐々に正気を失い狂気に蝕まれていく様子が国名に記されており、最後にはクローハーストの投身自殺が示唆されていた。クローハーストは1932年にイギリス領インド帝国のガーズイアバードで生まれた。母は学校の教師で、父はインドの鉄道会社で働いていた。妊娠中、 娘を授かることを絶望していた母親によって、クローハーストは7歳になるまで女の子のように育てられた。インド独立の機運が高まり始めてから、クローハースト一家はイングランドへと戻った。クローハースト一家の退職貯蓄は、インドのスポーツ用品メーカーに投資されていたが、インドパキスタン分離独立に伴う暴動によって、その会社は消失してしまった。1948年に、 クローハーストの父が死去。大黒柱である父親の死去によって一家が経済的に困窮したことから、クローハーストは学校を早々に退学せざるを得なくなり、ファーンボロ空港の王立航空機関において5年間見習いとして働くこととなった。1953年にはイギリス空軍よりパイロットに任命された。しかし、理由ははっきりとしないが、クローハーストは 翌1954年に空軍を慰安退職している。続いて1956年にイギリス陸軍の一部門、英国電気機械議士協会に雇用される。同年、クローハーストは規律違反がもとで、イギリス陸軍を退役し、イングランド南西部、サマセット州ブリッジウォーターに落ち着いた。この地で、クローハーストは、エレクトロニユーティライゼーションと呼ばれる事業をスタート。 させる。クローハーストは地域のコミュニティで自由党員として積極的に活動しており、ブリッジをオタバラ議会の議員にも選出されている。週末には趣味でヨットに乗るクローハーストはナビケーターと呼ばれる無線包囲測定機を設計、製造した。船舶用及び航空用のビーコンを用いて自身の位置を特定することができる手持ちサイズの機器であった。 この機器を何台か販売することができたものの、クローハーストの事業は早々に困難な状況に陥り始めた。この他にも無線標識の開発も行っていたが、そちらについても販売状況は芳しくなく、事業は失敗続きだったと伝わっている。自身の開発した機器の宣伝を代々的に行い、ビジネスの苦境を脱することを目的に、クローハーストは サンデータイムズゴールデングローブレースへ参戦する。参加するためのヨットの建造など様々な金銭的投資が必要だったため、クローハーストはスポンサーを探した。最終的にクローハーストのメインスポンサーはイングランドの実業家、スタンリーベストになったが、ベストはクローハーストの失敗続きのビジネスにすでに巨額の投資を行っていた。このヨットレースに参加する際に、 クローハーストはベストから金銭的補助を受ける条件として自身の会社と自宅を抵当に入れている。これにより彼の財務状況はより深刻なものとなった。ゴールデングローブレースのルートゴールデングローブレースはフランシス・チチェスターのヨットによる単独世界一集公開に触発されたものである。チチェスターはシドニーに一回寄港したのみで単独世界一周を達成している。 この記録は少なからぬ注目を集め、多くのセーラーたちを必然的に次なる挑戦に誘うことになった。つまり、単独無機構世界一集合会である。イギリスのサンデータイムズ氏は、父チチスターのスポンサーであり、その成功によって大きな利益を得ていた。そして、史上初の単独無機構世界一集合会にも関与することを考えたのである。しかしながら、 サンデータイムズ氏にはどのセーラーのスポンサーになればいいのかがわからなかった。当時、5人のセーラーが単独無気候世界一周公開を計画していたことがきっかけとなり、同志は単独無気候世界一周ヨットレースとしてゴールデングローブレースを開催することとなった。このレースには参加資格やセーリングの経験の制限はなく、誰でもエントリーが可能となっていた。当時は、 参加申し込み時に単独公開技術のデモンストレーションを要求することが一般的で他のヨットレースと比較すると対照的であった。ゴールデングローブレースの参加者は1968年6月1日から10月31日の間にイングランド南端部に位置するファルマスを出港することが定められていた。これは夏の間に危険が 南極海を通過するために設定されていた。ゴールデングローブレースでは最初に単独無気候世界一周を達成した者にトロフィーが最短日数で単独無気候世界一周を達成した者には5000スターリングポンドが贈られることになっていた。当時の5000スターリングポンドは2016年現在の物価に換算すると約6600スターリングポンドと同等である。 また2013年時点の日本円で約4000万円程度の価値とも言われる。クローハースト以外のレースの参加者は、ロビン・ノックス・ジョンストン、ナイジェル・テトリー、ベルナール・モワテシエ、チャイ・ブライス、ジョン・リジ・ウェイ、ウィリアム・キング、アレックス・カロッツォ、ロイック・フュージュロンの8名であった。タヒチの愛称で呼ばれたビル・ハウェルは著名な、ソード・オフ・ナノリで、 1964年から1968年までのシングルイコールハントランスアトランティックレースの優勝者であり、彼もゴールデングローブレースへの参加を表明していたが、結局レースに参加することはなかった。他のレース参加者がすでにセーラーとして実績を残していたことや、著名なジャーナリストによる取材を受けたことから、一般人のアマチュアセーラーであるクローハーストが、 単独無気候世界一周レースに挑戦するということが広く知れ渡った。このため、クローハーストは多くの応援を得て一躍人気者となった。クローハーストはデイリーメールとデイリーエクスプレスの犯罪記者、ロドニー・ホールワースを PR 活動責任者に起用している。クローハーストがゴールデングローブレースに参加するために建造したヨットはテインマス・エレクトロンと名付けられた。 長さ40フィートのトリマランであった。この船はカリフォルニアのアーサー・パイバーによって設計され、建造費は12000スターリングポンドであった。この建造費はスポンサーからの借金で賄われている。当時、トリマランが世界一周のような長期の航海に用いることが可能な形式であるかどうかは不確かであった。トリマランは単動船のヨットと比較して、 より高速な航海が可能なポテンシャルを持っている。その一方で、特に初期の設計では、積載量が多いと非常に遅くなる上に、風上に近い方向に航海することが相当に難しいという特性を持っていた。トリマランは、その安定性から多くのセーラーに人気があったが一度転覆してしまうと、単動線とは異なり、外部からの援助なしには、 正常な状態に復帰させることが難しく、船員にとっては致命的な惨事となってしまう危険性をはらんでいた。ヨットの安全性を向上させるために、クローハーストは膨張式の浮き袋をマストの先に設置し、転覆を防ごうとした。ヨットが転覆しかけると、船体に設置された水センサーがそれを検知して、浮き袋が膨張する仕組みであった。この装備により、 船体が横倒しになったところで転覆は止まる。さらに、巧妙に配置されたポンプによって、上になった側の副船体に水が注入され、その重みが波の動きと相まって、ー音を直立状態に引き戻す。自ら開発したこれらの装備とともに、世界一周を達成することで有用性を証明し、製造・販売事業を展開するのがクローハーストの 目論みであった。しかしながら、出資を確保しつつ、ヨットを建造し、機器の設置を行うために、クローハーストに与えられた時間は、非常に短かった。結局クローハーストは、装備する予定だった安全機器の全てが不完全な状態で出航せざるを得なかった。クローハースト自身は出航後、公開中に、これらの機器を完成させるつもりだった。 同様に出航期限間際の混乱によって、クローハーストは、ヨットの予備部品や備蓄品を置き忘れて出航している。挙句の果てには、クローハーストは、自身の船が完成するまで、取りマラんでセーリングを行ったことすらなかったのである。1968年10月13日、経験豊富なセーラーである、ピーター・エデン海軍少佐が、レース前のクローハーストが、カウズから、 テインマスへ航海する最後の工程に同行することを申し出た。クローハーストはカウズにいる間に幾度となく落水しており、そしてエデンと共にテインマスエレクトロンに乗り込む際にも小型ゴムボートの船尾を船外に取り付ける腕筋に滑って転倒し、再び落水してしまった。クローハーストと過ごした二日間について語るエデンの言葉は クローハーストのセーラーとしての能力及び彼の船に対する独立評価として最も信頼のおけるものである。エデンの階層によれば、テインマスエレクトロンはとても高速に航行できる。一方で、風上に対して60度以下の角度を取ることが難しかった。その速度はしばしば12ノットに達したが、振動が発生して、ハスラー自動操舵装置のネジが緩んだという。エデンは、 ネジを締めるため、線尾に寄りかかりっぱなしでいなければならなかった。難しくて時間がかかる作業だった。私は、クローハーストに、もし長い工程の中で、その操打装置を使い続けたいならば、接合部は溶接しなければならないと伝えたんだと述べている。エデンは同時に、操打装置の機能自体には全く問題がなく、ヨットは間違いなくよく走ると評している。 エデンによれば、クローハーストのセーリング技術は高かったとのことだが、私は彼の後悔は少々向こう見ずであると感じていた。私は、たとえ水路の中であっても、自分自身がどこにいるのかを正確に把握することが重要だと考えている。彼はそのことについて、あまり思い悩むことはなく、時々数枚の紙に単に図式を書くだけだったと述べている。 編成風に対抗して水路に入るために2度上、手回しを行わなければならなかったものの、10月15日14時30分に、クローハーストらは、テインマスの港に到着した。そこでは、熱狂的な BBC のテレビクルーラが、エデンをクローハーストと信じ込んで撮影を始めるという一幕も、あった。この時点で、レースの出港期限である10月31日まで、 残すところ16日となっていた。クローハーストがデボン州テインマスから出港したのはレースの出港期限である1968年10月31日であった。出港してから間もなく船や機材に加えてクローハーストの概要におけるセーリングの技術や経験の欠如といった多種多様な問題が表面化し始めた。最初の数週間、 クローハーストは当初予定していた工程の半分以下の距離しか航海を行うことができなかった。最良のコースを航海している間であっても、操船の難しいトリマランで最高速度に近い、速度を出すほどの技量をクローハーストは持ち合わせていなかったのである。航海日誌によれば、彼はこの航海を無事に終えられる可能性は五分五分であると考えていた。しかもそれは、 自作の様々な船舶用安全装置を危険な南極海に到達するまでに完成させた前提でのものであった。しかしそれらの機器は結局完成させることができず使い物にならない状態だった。このようにクローハーストはレースをリタイアし経済的破滅と地獄に直面するか、それとも航海に適さない機体外れの船に乗ってほぼ確実な死へ向かっていくかの二択に迫られた。 1968年11月から12月の間、状況は全く望みのないままで、クローハーストを手の込んだ偽装へと追い詰めていった。他のレース参加者が南極海を航行している数ヶ月の間、クローハーストは自身のヨットの無線設備の電源を落とし、南大西洋周辺で時間を潰すことにした。その間、クローハーストは公開日誌の捏造を行い、 何くある顔でイングランドへ戻ろうと考えていた。最終到達者であれば、他の達成者たちと同様の公開日誌の精査は行われないと、クローハーストは推測していたのである。1969年1月19日時点のレース参加者の推定位置。クローハーストについては、偽装指摘された位置、無線普通の中で仮定された位置、実際の位置が書かれている。 出航以来、クローハーストは位置情報を故意に曖昧なものにして無線で報告し続けていた。1968年12月6日からは、クローハーストは曖昧ながら虚偽の位置情報を報告し、公開日誌をおそらく立造し始めた。12月初めに、クローハーストからの無線通信で1日に243マイルもの距離を航行したとの報告があった。 一日に二に243マイルもの距離を航行したというのは真実であれば当時の世界新記録であった。その後もクローハーストは記録的なスピードで航海が進んでいると報告を続けていた。このような偽装された報告をもとにクローハーストにはまるでこのレースの勝者であるかのように世界中から声援が寄せられている。しかしその一方でフランシス・チチェスターは クローハーストの公開報告の信憑性に疑念を表明している。さらに1969年1月以降はかなり多くの公開が無線不通という状況で行われるようになったため、クローハーストの位置は彼が当初に報告していたものを下敷きに推測されていた。実際のクローハーストの公開は南極海へ向かうというよりも南大西洋を 瞑想しているというべき工程をたどっており、無機構というルールに反して、船の修理のために1969年3月には、南アメリカアルゼンチンに寄港している。レースの参加者の一人であるモ私テシエは、1969年2月、はじめに南アメリカ大陸の先端部を回って、大西洋に入ったが、レースを途中で放棄し、タヒチに向かって、航海を続けると決断した。 この時、モアテシエは、大会本部に対して、金や名誉のためにやっているのではないという旨を伝えたと、される。1969年4月22日、ロビン・ノックス・ジョンストンがイングランドへと帰還し、このレースの最初の達成者となった。ノックス・ジョンストンの公開日数記録は313日であった。実際にはレースを離脱していたクローハーストは、時点で、 イングランドに向かっているテトリーと2着を争っていると推定された。加えて、クローハーストの出航日が遅かったことから、まだ、ノックス・ジョンストンの記録を超える可能性は残されていた。同月には、クローハーストとの無線通信が再開され、ゴール到着が近いとの報告がなされていた。しかし、テトリーは、クローハーストのはるか先を後悔しており、 クローハーストが潜伏していた場所から約150回りも離れた場所を航行していた。しかし、テトリーはクローハーストと互角の勝負をしていると信じていた。テトリーはクローハーストと同じく40フィートのパイバーが設計したトリマランを操船していたが、5月20日にゴールまで約800マイルの位置で船体が崩壊し、沈没。レースを放棄せざるを得なくなった。 ケトリーがレースを棄権したことで、クローハーストの公開日数がノックス・ジョンストンを上回ることが確実となったことから、クローハーストにのしかかる重圧はさらに大きなものとなっていった。もしクローハーストが最も早く世界一周を成し遂げた場合、公開報告に疑念を抱いている熟練したセーラーたちによって、公開日誌が詳細に調査されることになったと考えられる。そして、 その偽装はおそらく白日のもとにさらされたであろう。それに、クローハーストは世界一周一歩手前まで昇進証明の公開を行ったテトリーの業績に傷をつけてしまうことに罪悪感を持つようになっていった。また、この頃からクローハーストはホーン岬を回ってイギリスへ帰還する航路に沿って公開し始めている。その後、 クローハーストからの無線通信は6月29日のものが公開日誌は7月1日付の記述が最後となった。そしてクローハーストのヨットテインマスエレクトロンは7月10日に無人で漂流しているところを発見された。公開日誌に記載されたクローハーストの行動は多くの葛藤を抱えている複雑な精神状態を如実に示していた。 鉄造の仕方は、真剣さを疑わせるもので、自滅的ですらあった。彼は、確実に強い疑念を呼び起こすと考えられる、非現実的な速さの公開記録をつけていたのである。それにもかかわらず、彼は、多くの時間を、虚偽の公開日誌の作成に費やしていた。たびたび指摘されることではあるが、天体を用いた、高校法で辻褄を合わせる必要があるため、 単純に事実を記録するよりも、偽造した公開記録を作成することの方が困難である。最後の数週間分の公開日誌の記述からは、現実に賞金を手にする可能性が見えて、以来、クローハーストが、それまで以上に、精神状態を悪化させていったことが読み取れる。公開日誌の記述は、詩や引用文、虚実入り乱れた公開記録、その他の雑感といったものからなり、 最終的に2万5000ワードを超える量となった。公開日誌には、クローハーストが何の希望もない状況から抜け出すため、哲学的な再解釈を構築しようとした形跡もあった。しかし、テトリーの脱落により自身の勝利と公開日誌の精査が確定し、事態を切り抜けることが不可能になったという認識が、彼にとって決定だとなったと考えられる。 クローハーストの日誌の最後の記述は1969年7月1日のものであった。そして、クローハーストが船外へと闘神自殺に至ったことを示唆していた。発見された船には荒波の中を航海したり、クローハーストが船外に投げ出されたりするようなアクシデントが発生したような形跡はなかった。クローハーストは自身の劣造した 公開日誌一冊と船の時計とともに大西洋へと身を投げたと考えられている。船には三冊の記録簿と大量の紙片が残されていた。それらの内容はクローハーストの哲学的な考えを記録していることに加えて彼が実際に辿った工程記録を白日の下にさらしたのである。電気作家のトマリンとホールは実際には考えづらいとしながらも 何らかの食中毒がクローハーストの神経衰弱を助長した可能性を否定できないと述べている。またこれ以外にも仮説がいくつか存在する。テインマスエレクトロンの船体の残骸。船体には鮮明のテインマスの部分が残っているが、続くエレクトロンの部分は何者かによって略奪されている。ケイマンブラック島の浜に打ち捨てられている状態のものを2011年3月に撮影。 テインマスエレクトロンは1969年7月10日に無人で漂流しているところを RMVP カルディによって発見された。発見された地点は北緯33度11分成形40度26分、北緯33.183度成形40.433度 33.、33.183-40.433であった。 クローハースト失踪の法を受けて、船が発見された場所の近辺と推測された航路について、空と海からの捜索が行われたが、遺体が発見されることはなかった。クローハーストの残した記録簿と大量の紙の調査が行われると、偽装のく立てと神経衰弱、そして最終的に自殺したであろうことが判明した。これらの事実は、7月下旬に報道され、各種メディアで、 大きな騒動となった。偽装の企てが明るみに出る前に、レースの勝者であるロビン・ノックス・ジョンストンは、このゴールデングローブレースの勝者として得た、賞金5000スターリングポンドを、クローハーストの残された妻と子供たちに寄付した。ナイジェル・テトリーは、残念賞を受賞し新たなトリマランを建造した。新聞報道では、テインマス議会がこのクローハーストの船を展示して、 見物人に一人当たりにシリング6ペンスの見物料を貸して収益金をクローハーストの祭祀に寄付することを検討していると報じた。テインマスエレクトロンは後にジャマイカに移送され様々な人物の間で売買された。近年では2007年にアメリカ人芸術家のマイケル・ジョーンズ・マッキーンが購入した。この船は未だに 京マン諸島の京マンブラック島南西部の海岸に打ち捨てられたままとなっている。座標は北緯19度41分10.40秒整形79度52分37.83秒、北緯1 9 6 8 6 2 2 2二度整形79.8771750度、1 9 6 2 2、79. 8 6イナ2 2 2 7 9 8 7 7 1 7 5 0 2007年にはハリケーンによりほとんど崩壊した。2013年現在、鮮名がすべて切り取られた状態となっている。ゴールデングローブレース参加時、クローハーストには妻と4人の子供がいた。息子の一人に地球学研究技術者のサイモン・クローハーストがいる。サイモンはイギリス・ケンブリッジ大学の地球科学科で上級技術者を務めている。サイモンは 2007年にガーディアン紙のインタビューで父、ドナルドとの最後の思い出や父の失踪時の家族の様子などについて語った。ありがとうございます。